ね、ことで、スノーバー新横浜で、これやるんだ。これやるんだ。そう、やるんだ。秘密情報かけちゃうんだ。これ。スノーダイス。これ。これ。スノーダイス。映ってっかな。これね。スノーバーのスタッフやるんだ。やるんだ。はい、自己紹介。滝川こうなう。と？何歳？15歳。好きなのは？え？女？女でしょ。スノーバースタッフ、榊でーす。好きなものはおっぱいよりもケツです。だって。ダメだ。ダメだ。で、やらない人。でも、あのジャッジ、ジャッジってカメラマン、ジャッジ、ひまわり速度、ひまわり速度、コアラです。好きなのは、好きなのは、好きなのは女です。コートかぶってます。カセットです。好きなのは、好きなのは女の子。すごいすごい、何も言わずに言ったもんね。ってことで、まあやるんだけど、ロリコンっすか。あ、そうだ、ロリコンっすか。ロリコン、ロリコン、小学生ね、俺らロリコンだろ。ロリコン、ロリコン、どうでもいい。だけど、まあとりあえず3回ミスした、最初にミスした人はとりあえず下で上半身裸で正座してもらって、雪かけよ、雪一発目のお題いくよ、せーの、バックサイドボードスライド。バックボードなら何でもいいと。バックボードだったら何でもいい、ノーズでもいい、テールでもいいし、抜けばいいからってことで、バックボード行ってきます。バックなんだけど、最悪。超大嫌いな出てきた。Okay.
ラッキーってことで、続いて。